Diana? Diana! Diana? This is... the pantry. Oh, hey Carlos, where's Junpei? No idea. He was already gone when I woke up. It's locked. Wait, did Junpei do this? You think he woke up first and then locked us in? It's been a long time since you've seen each other, right? Maybe now he's Zero's accomplice. That's not possible. The Junpei I know would never do something like that to us. Sorry. It was just one of the possibilities. Junpei... You know, this has been on my mind for a while. But what exactly is he to you, Akane? It's hard to believe that you two just knew each other in grade school. Junpei... He's very... Yes, he's very important to me. All my life, I've never really had many friends to call my own. That's surprising. I would have taken you as the type guys and girls all fawn over in Japan. Oh, you're very kind, thank you. But that's not exactly... Junpei always said... I was a girl who always said what shouldn't be said. I never found myself bullied or anything, but it still seemed as... そう、純平君は私にとってとてもそうとても大切な人です。私昔からそんなに友達が多い方ではなかったのですが、ありがとうございます。でもそれが全然、純平君曰く言わなくてもいいことを言ってしまう子だったらしくて、いじめられることはなかったんですけど、みんなから不思議な子って思われちゃってたみたいで、
And if people considered me something of an odd girl. でも、純平くんだけは、困った時はいつでもどこでも駆けつけるって。私があることで泣いちゃった時も、純平くんは一人で敵に立ち向かっていて。まるで漫画に出てくるヒーローみたいだな。はい。少なくとも私にとっては。なのに、純平くん、この一年ですっかり変わってしまって。話を聞く限り、今の純平とは真逆だもんな。もし私に原因があるのだとしたら、今度は私が彼のことを助けてあげたい。そう思うんです。本当に好きなんだな、純平のこと。何言ってるんですか、クルロスさん。俺は女性関係には疎い方だ。だがその代わり、昔から同僚の相談にたくさん乗ってきた。だからわかるんだよ。恋をしているかどうかは見るだけで大体な。そういうカルロスさんには大切な人いないんですか？いるよ。目に入れても痛くないくらいの最愛の妹が。シスコンってやつですか？ひどい言い方だな。さっきのお返しですよ、カルロスさん。さてと、ここでじっとしていても仕方がないですし、出る方法を探しませんか？そうだな。愛しの純平君に早く会いたいもんな。もうカルロスさん。Thank you.
Thank you.
どうやら作り物じゃなさそうだな。現在の死亡者をお知らせします。
10万ドルさえもらえればそれで、あいつをマリアを助けられたら俺はそれだけでよかったんだ。なのにレブリーシンドローム、例えばそうですね、スペックがさほど高くない PC、 それで複数の動画を同時に再生したらどうなると思いますか？それは当然処理速度が遅くなって、停止してるのとほとんど変わらなくなる。あなたの妹さんはまさにこれに近い状態にあります。じゃあマリアは一酸化炭素中毒の後遺症ではなく？ええ、マリアさんの場合脳や神経系統には全く異常は見られません。これまでは原因が不明だったのです。しかしごく最近症状の似た患者が急に現れ始めて、それがレブリーシンドローム。ずっと夢を見ているかのように様々な条件が次々と脳裏に映し出されては消えていく、白昼夢症候群と呼ばれるようになったゆえんです。残念ながら今のところ完治の報告は出てません。ですが最新の医療機器を用いることで何人かの症状を和らげることには成功したと、そう聞いています。だったら先生、その最新の医療機器とやらで。マリアさんは保険には入られていますか？その治療を受けるには。わかりますね、俺が死んだらあいつは、マリアは。だから俺は絶対に死ぬわけにはいかないんだ。そのために純平君を殺したんですね。なんだって。自分と妹のために誰かを殺さなくてはと、それで純平君を。何言ってんだお前。とぼけないで。この区画にいるのは私たちだけなのよ。だったら必然的に犯人はあなたしか考えられないのよ、カルラス。落ち着け、アカル。私は落ち着いてるわ。確かにこの区画にいるのは俺たちだけだ。だが俺は。いいや、あなたが殺したに決まってる。よせ、やめろ。そんなこと言って本当はお前がやったんじゃないか。お前が純平を殺したんだ。そうやってチェーンソーで全身をぶった切って。ありえない。何がどう転んでも、たとえ地球の磁場が反転しても、私は。次はそれで私を殺すつもりね。あと二人死ねばあなたは溺愛してる妹に会いに行けるんだもの。お前だって俺を殺せばここから出られる可能性が高くなる。なんだ、なぜ逃げた。斧を持った俺にはかなわないと思ったのか。もう一度冷静に、現場にいる時みたいに。90分間の活動を終えるとバングル内の注射器が作動し、麻酔薬および記憶消去薬が投与される仕組みになっている。確か投票の後麻酔薬を打たれたのは13時半ぐらいのことだった。食料庫で目覚めたのは18時過ぎ。ブランクは4時間半。この間俺は一体何をしてたんだ。
ずっと眠らされてただけなのか、それとも本当は何かがあって、だが薬のせいでその時の記憶を、もしかして茜が言った通り、俺が純平を。なんだ停電？いや、茜が出て行った方向には管理室があったはずだ。あそこなら照明の電源を落とすことも。やっぱり茜が純平を、そして今度は俺を。一体どうすればいい、どうすればいいんだ。冷静に客観的に考えるんだ。今最も脅威となる人物は誰だ。純平を殺した犯人だ。だったらそいつを排除するしか方法はない。たとえそれが自分自身だったとしても。バカだ、何を考えてるんだ。俺が犯人なわけがないだろう。だとしたらここにいるのね。くそ、犯人は一体。そうだ、茜が人を、思いを寄せる純平をあんな姿にするはずがない。私にとってとても、そう、とても大切な人です。だとしたら俺が、この俺が殺したとしか。もしかしたら悪霊に取り憑かれていたのかもしれない。じゃなかったら寄生虫のせいか、催眠にでもかかっていたのか。いずれにせよ、俺は自分の意志とは無関係に純平を。だが記憶消去薬のせいでそのことを忘れてしまっていて。カルロさん、近寄るな茜。俺は危険だ。体が勝手に動いて、次はお前を殺してしまうかもしれない。そうなるくらいなら。カルロさん、ダメ。そんな、なのに、ああ。
純平を殺したとしか思えない。死ぬなぁ。茜、どうして純平を殺した。私じゃないって言ってロス、やっぱり あなたが違う。俺は誰も。純平くん、片桐撃てなくてごめんね。あかね、Oh.